はい、では次にですね、カードスプレッドの解説をさせていただきたいと思います。よくマジシャンがこういうふうにテーブルの上でこういうふうにトランプを広げると思うんですけど、これをリボンスプレッドって言いますね。まあ、マジシャンが使うトランプだとエンボス加工というのがされているので、特に開けたてだと初心者でもただ手をなら滑らせるだけでこういうふうに綺麗に広がるようになりますけれども、まあ、机がないときに、例えば机があったら1枚選んでくださいっていうのをできるんですけれども、机がないときは手の上でやるんですけど、できるだけやっぱ広げるのも綺麗な方が、まあ、マジシャンの手つきだなっていうのと、あとはこの人トランプ慣れてるなっていうのをお客さんに分からせることができるので、普通にやるとこういう感じですね。スプレッドっていうのは開くっていう意味なんですけれども、こういうふうに、でこれのやり方なんですが、ですね、まず左手の親指で何枚かこういうふうに、左で持っている場合は自分から見て右の方にこういうふうにトランプを押し出します。で押し出していくと落ちてしまうので、その落ちる前に右手で押さえて、で親指で押さえて、でこれをどんどん広げていきます。そして右手もだんだんとこちらに広げていくイメージですね。こういう形で、はい、やっぱり最初の頃はこういう風に縮こまってこうやって広げていっちゃうんですけれども、これだと右手が全く動いてないですね。最初は広げるのにちょっと慣れるのに時間かかるんですけど、右手も一緒に使うというのを意識して、左手だけを使おうと思うとこうなっちゃうので、右手も一緒に使うっていうのを意識していただくと、こういう風に大きく広げることができます。こういう形で、はい、ね、テクニックによってはこういう風に広げるやり方もあるんですけど、最初はちょっと難しいので、こういうふうにただ広げているだけで、まあ、普通のやっぱり素人の使うトランプの手のさばきとはやっぱり若干違うものを相手に見せることができるので、あ、この人トランプに慣れてるなっていうのが分かると思います。じゃあ最後に本当にやり方をもう一度説明すると、左手の親指で数枚のカードを押し出します。こんな感じですね。でこうすると落ちてしまうので、落ちる前に右手で受け取って、で受け取るだけだと今度は右に移るだけなので、右手も一緒に動かします。右手も一緒に動かすとして、下ではこういう風に全部の手で支えているので落ちません。ただ親指とだけで揃えているここの押さえをなくすとですね、こうすると落ちちゃいますね、真ん中から。なので左手で親指で押し出して、右手で受け取って広げるときに他の指も裏側で添えておくと、こうするとカードが落ちないですね。こうやって広げられます。新品だったらすごいスベスベしているので、すごいやりやすいと思います。逆に滑りすぎて落ちちゃうというのもあるんですが、まあ、こういうマジックの一つの動作で使うテクニックなんですけど、カードに慣れるというのと、あとカードの開けたての新品だとマジシャンにとっても使いにくいので、なのでマジシャンの手に馴染ませるプラス、トランプも少し新品の時のサラサラを若干落とすという意味でも、まあ、こういう風にトランプをいじっているといいですね。トランプだけじゃなくて自分のトランプの扱い方、そしてトランプ自体に慣れていくというのでもすごい必要になりますね。はい、以上カードスプレッドでした。